これ2枚一緒に入れればいいんだよね、多分。多分ね。じゃあ行きますか。ホームの一番先っぽから出るんだね、あそこに。大きな穴がぽっかりと開き、その中に雨の水が溜まってしまいました。神様は溜まった水を流そうと穴を囲む山を勢いよく蹴りました。すると蹴った勢いで尻餅をついてしまい、もう立てぬと言ったため、立てぬと名付けられたそうです。朝にはたくさんの神話が残っています。立てのでのご滞在をお楽しみください。立ての駅には4分停車します。発車は9時56分です。お乗り遅れのないようご注意ください。よいしょ。うわあ、そっち行くか、こっちを忘れてた。アソボーイはこれからスイッチバック運転を行います。立野駅から列車の走り向きが変わり、中間地点までしばらくの間、4号車を先頭に後ろ向きに走っていきます。先ほど止まった立野駅と次の赤水駅は 8km しか離れていませんが、高さはなんと 190m も差があります。阿蘇場合はこの高さを一気に上がることができません。ゆっくりゆっくり登って、途中で少し休憩をします。そして休憩後、走る向きを4号車から1号車に戻し、阿蘇へ向かって頑張って登っていきます。ただいま立野駅と赤水駅の中間地点に到着しております。ここで少しの間休憩をします。阿蘇ボーイはこれから走る向きを変える準備をするため、運転士さんが4号車から1号車へと移動します。みんな、運転士さんが通ったら、アソボーイが元気に出発できるよう、頑張ってくださいと大きな声で応援してくださいね。あ、もういいね、なんか先頭車見えるのいいね。頑張れば見える。皆様、たくさんの応援ありがとうございます。みんなの元気いっぱいの応援で、アソボーイは朝に向かって走り出しました。
まもなくすると進行方向右下に阿蘇ボーイがこれまで登ってきた線路が見えてきます。これは何？これが七つ星のやつ？待機所みたいな。ここで待ってて、待ってるって感じ。阿蘇ってやなんかすごいな、やっぱこの自然のデカさが。確かに言われてみれば。